さっき撮ったさ、パチンコ屋の動画さ、データ壊れてんだけど。最低やな、クソフワッチマジでよ。せっかく撮ったね、さっき撮ったパチンコ屋での神回動画、配信履歴見てみ、再生できねえだろ、これ。再生できねえだろ。なんなの、このクソフワッチや、マジでや。撮り直し行ったってもういねえだろよ。取り直しにしてももういねえだろうよ、もうよ。やろうよ。マジでよ。クソフワッチだわ、マジで。このサイト、クソサイトだわ、マジで。配信しやなんて、こじきしかいねえしよ。見てるやつは貧乏人しかいねえしよ。サイトはサーバークソ重いしよ。バカなのかよ、こいつら、マジでよ。金返せ金。いらっしゃいませ。お疲れ様です。マジさんお疲れ様です。マジさんもお疲れ様です。すいません。すいません。一回枠開いたんですけど、誰も来なかったもんで、サムネを取り返して、名前を変えてサムネを取り直して、ね、あれですよ、サムネ詐欺してます。トップが詐欺してます。トップが詐欺でね、ここで新規を取り入れます。どうせ俺ちゃん今イベント関係ないんだから、ね、そんなもんね、多少のおすすめ規制はね、辞さない覚悟でございますよ。多少のおすすめ規制はね、辞さない、うわ、今日めっちゃ、死ぬほど配信しとんな、こいつら。で、閲覧10とかのやつがイベントラストとか言ってるよ。ね、イベント、閲覧10前後のやつらがイベントラ、10ないやつでもおんで。ねえ。閲覧5とかのやつがなんでイベント出てんの？ねえ。閲覧5とかのやつがなんで今このね、本戦進めてんの？おかしくない？ねえ。閲覧5で本戦いけんだったら俺ちゃん本戦いけるでしょうよ。世の中間違ってるだろ、マジで。閲覧5とかで本戦いってるよ、マジでよ。ともさん配信してんの。ともさん笑顔で配信しててびっくりしたわ。ねえ。こいつらで本線行けんだったら俺ちゃん本線出せよ、この野郎よ。マジでよ。このクソサイトがよ。あ、もうすでに早っ。早っ。もうおすすめ規制されてる。早っ。おすすめ規制早すぎるやろ。マジで早すぎだぞ、おすすめ規制。ねえ。え、今日初めて知ったの？でも、来て、いろいろしてくれたって喜んでたよ。まあ、俺ちゃんは知ってたというか、そうだろうなとは思ったけど。あ、タラオ田中さん、ハートです。タラオ田中さん、ハートです。つなさん、忍者です。そもそも、間違うてんのが世の中。あ、そうやな、そうや。だから言うてるようにね、努力が報われるのが世の中じゃないからね。努力なんて、報われる努力なんてね、ほんの数パーセントだけだから。何もかもが報われたらね、みんな努力するけど、ね、何もかも努力したところで報われないのが世の中だから。割とマジでね、これ。これ割とマジで。見て、閲覧10なんぼとかで本線行ってんで、こいつら。そんなんでいけんの？マジで打てる？そんなんでいけんの？そんな本線に俺ちゃん落ちたの？すげえショックだわ。そんな本線に俺ちゃん落ちて、しかもおすすめ規制中。え、なんでもおすすめ規制されてるの？早すぎない？おすすめ規制早すぎない？秒速でおすすめ規制されてるよ、俺ちゃん。何倍人参ですか、これ。いい加減に生きてる割にはよう言ってる方。マジで？で、俺ちゃん、ま、いい加減じゃないで。めっちゃ考えて、練りに練って、ね。練りに練りにしまくって、これやからね。うん。
人には言われへん努力をしながらね、人には言われへんぐらいの苦労を重ねてね、それでやっとこさこんだけなんだけど、俺ちゃん。おかしくないマジで、ね。おかしいだろうよ。ああ。ダニア。あ、しんちゃん忍者です。まだスイタの事件犯人捕まってへんな、これ。やばない。やばない。俺ちゃん明日これで新しい仕事行かなあかんねんけど、これやばない。え、割とやばないこれ。あ、そうなんや。結果がついてけへん黒は黒言うたらあかんの。それ取り越し黒って。無駄な黒。東京在住の男に似てるって言われておるけど。明日朝一から銀行強盗とかやったら、すげえな、これ。神回になるよね。このね、拳銃強盗して、その拳銃で銀行強盗、逃走しきってね、海外とかに逃亡したらね、すごい神回よね。伝説になるよね。前科もええけど、犯人逮捕もあるない、どういう意味？いや、犯人どこにおるか分かったらそこ行くけどさ。分かんないでしょ。どこにおるかなんか分かんないでしょ。犯人どこにおるかなんか分かんないでしょ。ぶっちゃけ。まあ、でも西成に逃げたら誰も回れへんやんな。臭いところ。誰も探せへん。臭くて。臭くて、あんなもん探しに行かれへん。臭いで、マジで。夏場の西成空気臭いで、マジで。ねえ。道あるんだけど、ウェーってなるからね。ウェーって。ウェーって。ちょうどおじさんが天、明日おじちゃん天禄じゃないから。明日天禄じゃないからね。天禄もう二度とっていうか当分行かないから、天禄。天禄の仕事なんか知る暇ないから、マジで。おちゃん忙しいから。言うてた通りね、Google のストビューの仕事と、ね、キャリコンと、トラックの運転手と、ビラ巻きと、ね、で、フォアッチしながら YouTube して、ね、自販機チェックして、で、Uber して、ね、あと何すんのやった？もういっぱいあったな。俺ちゃん仕事いっぱいです。自分でも数えられへんねんけど、これ。もうまさしくこの通りになってきたわ、俺ちゃん。自分で言うてて、ほんまにまさしくこの通りになってきてんけど、どこ行ったの？書いたやつ。書いた紙どっか行ったわ。あ、これ。な。これもやってるし、これもやってる。何個ある？これ職業。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。11個職業持ってんねんで。11個も職業持ってんねんで、おっちゃん。すごくない？ねえ。11個の職業を持つおっちゃん。あ、俺3人じゃないです。あ、ミスターもいねえだろうよ。Google のカメラの前、犯人横切って偶然撮影。あ、それはあり得るかもしれんな。YouTube は嫁ちゃんが上げてるけどね。あ、まあ、ありがとうございました。お届け、頂戴したおやつの動画も今日、嫁ちゃんの方に上がってるからね。かまぼこ動画が上がってるから、かまぼこね、キャッチはもうそもそもおやつ食べないんだけど、アビちゃんとミータがね、かまぼこ食べてたわけよ。揚げたらかまぼこ食べてたんで、もう二人とも食べるの下手くさいから、もうポロポロこぼしながらね、うん。もう食べられへんって、いいなりながら、詰めときながらね、食べてたわ。ありがとうございます、本当に。また次のね、次のおやつとか、動画、撮影したら、また、順次上げていきます。バンブスさん、メガハマです。フワッチと YouTube は仕事と違って趣味やろ。そんな言い出したら全部仕事じゃなくて趣味になってまうかな、これ。これ、まともな収入どれも一つあれへんのに、なんやったらもう先月なんか、フワッチが一番稼げたんちゃうか。先月や今月か。今月、フワッチが一番給料高いんちゃうか、この中で。この中で一番給料高いの、多分下手したら今月はフワッチやで、これ。やばない？今月フワッチが一番稼げてると、もうやばいだろ。その状況が一番やばいわ。ノライム、運命だにおったな。ケーパは、どないねん。どういう意味？ケーパがどうしたの？ケーパがどうした？ケーパ、あ、競馬？競馬負けたやろ、今日。今日残高も2500円になったわ。
競馬全敗して残高7000何倍あったら2500円になってまたわ。もう JR 残高ないからな、2500円しか。マジさんおはようございます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 。ああ、ねえ。もう競馬ないからな、言うとくけど。あ、間違えて風船の折り鳴らしもたわ。はははははは。折り鳴らしもたわ。あ、これからね、バーガーも微妙やな。どの線より上だけ折り鳴らそうかな。もう、花火以上にしようかな。花火以上だけ風、でもそうしたらイベントアイテム、イベント課金アイテムの時鳴らされへんなるから、バーガー以上ぐらいにしようか。パフェ以上、ハート以上ぐらいにしよう。メガホン以上。メガホン以上にしたら全部鳴らさないとダメだろ。メガホン以上だったら全部鳴らさないとダメだろ。持ってない時に鳴らせないでしょ。花火は黒瓶踊りがいい。バイムさんメガホンです。メガホンとか人参とかも、あれです。でもこれで終わりやから。ま、差別してるからね、俺ちゃん。あ、きっちり差別してるから。うん、メガホン、人参、風船あたりは、あざす、あざすって言うだけで終わり。あざす。一瞬で終わりやから。メガホンです。バイムさんメガホンですってこれで終わりやから。バイムさんメガホンです。はい、終わり。これで終わりやから。もう折りになんかなれへん。アザスも短いで。よし。メガホンって言うてるかどうかまだね。バムさんおはようございます。これで終わりやから。もう区別、きっちり区別していくからね。あ、シータさん、バーガーです。シータさん、バーガーです。シータさん、バーガーありがとう。人間バーガー。ありがとう。ね、いうことでね、バーガーはね、大事です。バーガーは大事です。バーガー。バーガー大事にするけど。あれ、ララタンおるやん。あれ、ララタンメガホンいつです。ね。ずいぶん偉くなったでしょ。中堅ぐらいのね、こう、あれよ、勢い見せようかんと、勢いだけね。もう、こじって当たり前ぐらいの、もらえて当たり前ぐらいの雰囲気かもしれないしょかんと投げにくいでしょ。もう、もらえて当たり前ぐらいなね。明日はチコチコ学校休校、ほんまやな、JKJC おれへんな。あ、逆に配信してたら JKJC 来てくれるかもしれない。明日俺ちゃん仕事やけど。明日朝9時か夕方6時までの、ね、仕事やけど。うん、そう、よっさんばりの勢いでね、あれです。もうメガホンなんか、もうありがとうございます。略してメスみたいな、こんな勢いで。ニス。うん、黒い猫、こうて黒い木言うて、こうやってニャーってこう、よしよし。で明日だからお仕事です。明日入職研修つってんでしょうよ。明日入職研修です。9時から6時まで入職研修だから。うん。明日だから配信ほとんどないからね。残念ながら。明日残念ながら、ほとんど配信ないからね。出勤の時と入所じゃない、入職です。ね、にです。明日ね、東成の方であります。森の宮の近所。明日森の宮の近所で、あ、森の宮が京橋の近所やな。京橋の近所で研修あるから。明日ね、明日もう書いとく。明日ね、9時からね、18時までね、まで、入職研修。のため、配信は、夜以降になります。ね。早く拳銃返して謝ってこい。もう今謝ったやったら、もう大事なとか捕まるやん、こんなん。こんなん今は拳銃返しに行ってごめんなさい、ごめんねって言ったら、思いっきり捕まるやん。思いっきりボコられるやん、こんなん。犯人いそう。おりそうやな、マジ。やばない。えらい大事なっとんな、これ。ララタン今日彼氏デートやったんちゃうの。あ、デート終わって帰ってきたところか。あ、そうか、土日デートやから。ララタン分かりやすいわ。土日7つ年下の彼氏とやりまくりデートやから一切配信なくなるからね。うん、もう彼氏とデートしてやりまくっとるからね。変態でやりまくっとるから、彼氏とベッドの中からワクワクめっちゃ閲覧取れんじゃん。もっとすぐ場になるやろ。すぐ場になるやろ。すぐファンになるよ。
ちょっと、俺ちゃん一人で言ってたらなんか、もうアホみたいでしょ、やめてください。ちょっと、ほんまのなんか、アホみたいになるから、ちょっとあの、皆さんもちょっとコメントは、定期的にコメントしてください。ね、一人で言ってたら、俺ちゃんバカみたいだから。俺ちゃんバカみたいなのから。ね。ついに明日から仕事だわ。見てほら、彼氏とうちの親と焼肉行ってきた。なんなんどいつもこいつもリア充しやがってよ。ラータンはラータンで、何彼氏とうちの親と焼肉行ってきた。ねえ、クロンちゃんはクロンちゃんで娘の彼氏と花火してくる。なんなんどいつもこいつもよ。な、何ハッピーになってんだよ。うちの枠は大半がね、一人者のね、あの、恵まれないね、童貞たちでできてんだよ、うちの枠はよ。生身よ。うちの枠のほとんどはね、あの、童貞君で構成されてるんです。中卒無職の童貞引きこもりニートが大半なんです、うちの枠。ね、そんな、彼氏とうちの親と焼肉行ってきたとかね、娘の、あの、彼氏と花火してるとかね、そんなリア充をね、見せつけたらね、うちのリスナーたちがね、あの、もうね、行き場なくなっちゃうでしょ。俺ちゃんのどこがリア充なのよ、こんなに死ぬほど働いてよ、安い給料でよ、今日もチラシ60キロのチラシ渡されないのよ、今日洗濯機壊れた。俺はこういったぐらいの人もいるのよ、うちの枠には。ね、洗濯機の壊れる人もいるのよ、うちの枠には。この人資産持っとるけどね、洗濯機壊れんのよ。お金持ちでも洗濯機壊れんだから。ああ、俺ちゃんにもちょっと幸せを分けてくださいよ。俺ちゃんにもちょっと幸せを分けてくださいよ、ちょっと。ね、こんだけ17分以上喋って、今18円よ。17分喋って18円、時給60円やねん、これ。せや、エアコン壊れて買い替えられへんからそのままやで言うとくけど、ね。今洗濯機安い時期、そうなの。手で混ぜて洗ったらええの。お、洗濯機壊れたらおんちゃんじゃないか。おんちゃんどっちも。洗ったらメガホンです。メガホンで買えないでしょ。便所掃除してキッチンの水道を自分で取り付け。どういう意味？便所掃除をしてキッチンの水道を自分で取り付けた。キッチンの水道を自分で取り付けた。大工さんですか？メス。カッパさんメス。二つメス。あ、田尾田中さん5円です。KP くんです。あ、KP もあの、奈良さんでよかったね。おはようございます。キッチンの蛇口つけた。楽しそうやん。そういうのを動画にしたいんじゃん。え、そういうの聞いて、カッパさんそういうキッチンの蛇口、この型番のこの蛇口つけてみたみたいな配信して、それそのまま YouTube 上げたらいいんちゃう。いつかそれがお金に変わるかもよ。あらーたんから5円やです。あらーたん5円やです。お賽銭じゃないんだから500円くらいくれてもいいんだよ。5円とかじゃなくて500円くれてもいいんですけど、みんな。やればよかったでしょ。ほんまやればよかったと思うよ、それマジで。うん、あの、最近俺ちゃんもなんかわけのわからんカップ麺とか袋麺作るときに作ってみたってわけのわからん動画作ってるのはそういう意味よ。どっかで引っかかれへんかなぁ、思って。めんどくさいひよこ投げて稼いだ血と汗の風船5個あれです。ただただただ普通です。でも、ね、花火だったら花火ありがとうございますってね、檻になってね、南妙法蓮華経が唱えられるけども、ね、それ以外はね、えっす、これで終わりやから。もう終わりやから。えっす、風船です。わがです。キビです。目です。もうこんなぐらい。こんな勢い。もうね、これからね、どんどんこじっていくのは当たり前ぐらいの雰囲気を醸し出すためにね、もうお礼もね、ちょっと変えていきます。花火の時はね、もう、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう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 、ってやるけど、ね、そんなもんね。それ以外の時はね、よし、よし、あ、花火で踊りよんの。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、言うて、ね、踊りよんの。めんどくさいからノーアイテムフィニッシュ。いやもうだってもうこの枠もう飛んでるからね、残念ながら。残念ながらもうハート飛んじゃってるから。ハート、バーガー、風船、いいね、メガホン、人参、アイス、アイス。
そう、ジャグラーダンスやったでしょ。あのジャグラーダンスを、よっさんのジャグラーダンスをディスってる横山のジャグラーダンスをさらにあのパロってたのが俺ちゃんのありがとうダンスだから。あの、虎のね、あの当時まだ虎のティッシュカバーがあった頃、それで、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ディ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 ってやってたの。それを、よっさんは花火場でしかやれへんけど、ね、俺ちゃんは風船でやるから、もう風船だけベラボーに集まったね、あの時。風船だけだけど。風船だけだけどベラボーに集まったね。ここの枠だったら風船でも踊ってくれるよ。全然有名にならんかったけど。どうしよう、ハート以上、バーガー以上、どうしようかな。どっちがいいですか。バーガー以上、ハート以上、パフェ以上、花火以上。どれがいい。俺んちのキッチン水漏れとかないです、今んとこ。関親子はアホしてるみたいで花火の感謝踊りをきちんと文句考えて振り付けてる。そこまでしてんの?そこまでしてんの?あの親子。どんだけ暇やねん。もう出んなよって、もう出ねえよってなんか喧嘩してる。横親子も緑、ミッキーマウスやってたの。マジで。あの、あれですよ、あの、よっさんはあの、何、ジャグラーのね、スノッチかなんかの、あの、コイン入れかなんかもらって、リスナーからもらったのを、あれで。俺ちゃんもなんかもらったらね、なんかそれでやろうかなと。なんかもらいもん、また、うん。メガホン以上出たら全部やらんとあかんでしょ、全部やったらきりないでしょ。尿漏れしとるけどね。あ、よう気づいたね。太郎と赤さん、よう気づいたね。今日、俺ちゃんね、あの、座っておしっこをして、プルプルプルって振って、よしと思って立ったら、ね、あの、ジョンジョリーンって思いっきりね、ジョンジョリーンしたわ。尿漏れパンツに。やばくない?まあ、そのうちゼロアイテム。大丈夫です。あの、今日すでに2枠ゼロアイテム経験してるから。みんな俺ちゃんが枠開けたらね、あ、こいつこのおっさん簡単に儲けてええなと思った、アイテム飛びやがってええなと思ってんか知らんけど、ね、俺ちゃんの枠大体やで。大体ね、あの、2枠に1枠ぐらいゼロアイテムで終わってるからな。大概、2枠に1枠ぐらい 50% ぐらいの確率でゼロアイテムで終わってるからね、俺ちゃんの枠。北千里はそんな近くないです、タコポンさん。北千里は北大阪、北摂地域って言うんだけど、俺ちゃん住んでるの大阪市内でも南の方だから近くはない。千里山駅、近くない。俺ちゃんの枠は閲覧5人いたらありがたい。どういう意味や ?10 人でも少ない方だ。うちの枠大体普段はね、うち中堅、俺ちゃん中堅だけど、今日閲覧ね、イベント最終日で他の枠行っても取るから非常に、今日10人しかいないわ。年取ってくると尿道が、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、ありがとう、ありがとうね、ありがとう、花火、ありがとうね、花火、ごつ、ありがとうね、ね、こんなことをね、風船でやってたわよ。もうしないからね。もう風船とかでしないからね。いや、風船いらんって言ってるんじゃなくて、風船はもらうけど、ね。風船とかバーガーとかハートとかもらうよ。もらうけど、一個一個やったらキリないでしょ。一個一個やったらね。一個一個キリないでしょ。南辰巳から乗り換えで20分くらい。そんなに早く着かないですよ。そんなに早く着かないよ。40分かかるよ。サミットまでに捕まえて表彰される。そんな表彰されるって、それ、っていうか、うちすごいな。何これ、みんな、なんか、ないないってめっちゃついてるやん。これ、ないない、ピエロの帽子かぶる?ピエロの帽子。これ、もともとね、ピエロの帽子、これを買ったら、ね、あの、お面がついて、これを買ったら、なんか、付属でこれがついてきたのよ。もともとこれを買うために、これを買ったら、たまたまこれがついてきてて、最初こればっかり使ってたのに、これなんか使いにくいからって言って、いつの間にかこればっかり使うようになって。これ大活躍しとんな。これのおまけみたい、これのおまけっていうか、これがついても知らんとこうたのに、いつまでかこっちよりもこっちの方が使うようになっとんな。これすごい猫の毛いっぱいついてんねんけど、これ。猫の毛やばいよ、これ。これ猫の毛山盛りついてるよ、これ。これ、猫の毛山盛りついてるぞ、これ。なんでこんな猫の毛ついてんの、これ。猫の毛やばいんだけど、これ。猫アレルギーの人、うち来たらもう一発アウトやねん、これ。猫の毛だらけやもん、うち。うちどこもかしくも猫の毛だらけやで、マジで。やばい。やばい。サミットで安倍総理狙った犯人の前に立ち下がって身代わりになって総理を救うて。いや、別に救う必要ないんじゃん。あの、助けようとはするけど救う必要はないんじゃない。やられるんだったらやられて、ね、巻き添い食らったぐらいでちょうどいいんじゃない。
それぐらいでちょっと YouTuber としては、うん、俺ちゃんの人間混ざってないよ。俺ちゃんの人間混ざってないで。いやなんかもうイベント最終日やからみんな頑張ってもてな。もうみんな頑張っとるからもううちの枠も人けえへんわ。この人おかしいやろほんま。この人見た目によらずおかしいやろこの人言う、この人のコメント。乳首見せろだのね。見たこれ、ちょっとみんな見てこのコメント。消える前にみんな見て、陰毛食べてって言ってんねこの人。ね、これちゃんと映しといてやろう。これ映しといてやろう。これもう画面 YouTube に残さわ。ここの画面 YouTube に、消したな。消した。やらしいわ、この人消しはったで。ね、コメント、消してもこうやって残るからね、言うとくけど。消しても残るからね、ちゃんとこうやって。ね、削除済みになってるけど残ってるからね。ね、この人見て、この人のコメント。ね、YouTube に残したんね。YouTube に残したんね。YouTube にアップしといたんね。この人こんな顔して、こんなコメント打ちはんねんで、言うて。ね、デジタルタトゥーで一生もんで残るで。陰毛食べたら喉に引っかかっておかしなる。食べたらあかんやん。食べたことはないけど。意外がないせやねん。意外がないせやねん。陰毛口入って意外、うえうえうえって意外がないせやねん。それ嫌やねん。それ苦しそうやねん。ちょっとぐらい。このぐらいちょうどいい。花火が飛んだら片乳首。大花火で両乳首、ね。乳首が欲しい人はね、花火をお願いします。乳首が欲しい人は花火。花火で片乳首、大花火で両乳首。いや、それ気色悪いな。眠ってる時に拷問を、嫌やな、それ嫌やな。おうちゃんサミット703やな。おうちゃんサミットな。現場会場703。それでバンになる。いやいやいや、バンになったらもらった意味ないでしょ。もらう意味ないでしょ。バン、もらってね、生き残りますよ、おうちゃんは。せっかく皆さんがいただいたポイントをね、そんなね、無駄にはしないです。ちゃんとおりちゃんが、使い切ります。花火で片乳首。大花火で両乳首。招き猫なんでしょうかね。次回のおりちゃんは、招き猫で、何しようかな。片乳首、両乳首が出てもたら、もう、ケツぐらいしか残ってないねんけど。判決にする？判決出す？たまにチラ見せしてんねんけどね、判決。判決たまにチラ見せしてんねんけど、誰も気づいてへんやろ。誰も気づいてへんやろ。たまにわざとって言ったら怒られるけど、たまに判決見してね、笑い誘おうかなと思う。誰も気づいてくるんじゃない？キャッチ出てきた。ここからキャッチって言ったら。明日、関大千里山キャンパス。明日絶対もう関西大学完全に休校でしょ、あれ。こんなもん。っていうか、こんなね、現場でね、ハンバーグは出さないですよ。現場の近く、俺ちゃんのケツ見ても意味ない。うん、おこんなね、交番の近くにもう犯人絶対いないんだから、ね、関西大学千里山キャンパスなんて明日普通に授業やりゃいいのに。100% そんなとこに犯人いませんから。そんなとこに犯人いたら、犯人捕まる気満々かよ、みたいな。絶対いないから、もう吹田市にいない。断言したけど、吹田市にいない。この間の逃亡の時もそうやったけど、警察、日本の警察、アホやな。富田林でね、逃走して、まだ富田林の周りぐる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 探してね。西成か、西宮か、池田、高槻、あたり探した方がいいんじゃない？ね、マジで。近くにいるわけないじゃない。てれれ、てって、